パワーコードのレイプレイリズムギターは、楽曲のリズムに沿う形で演奏するギタリスト及びその役割。サイドギター、バッキングギター、セカンドギターと称されることもある。ストロークのレイプレイアルペジオのレイプレイをおむね、楽曲には中心となるリズムパターンがあり、そのリズムに沿う形で演奏し、ドラマーやベーシストと共に楽曲を支える役割を担う。 ストロークやカッティング、パワーコード弾き等による奏法が主体となるが、楽曲中の前編にわたって演奏すると限ったものではなく、楽曲のテンションを下げる場合は全音符のコード弾きや、アルペジオ、オブリガート等の控えめな演奏をする、または演奏せずに昇級しすることも多い。バンド内にギタリストが2名以上いる場合は、リードギター奏者等と連携して演奏することも多く、 全く同じフレーズを演奏するユニゾニや、火星を分担して演奏することも多い。ギタリストが2名以上いながら、ギタリストがリードを取ることに重きを置かず、両名が、リズムギターの役割を担うバンドも、少なくない。ロックのジャンルとしての細分化が進むにつれて、リードギターとリズムギターが、ギタリスト単位で、はっきりと役割分担されるとは限らなくなってきたが、 1960年代に日本で流行したグループサウンズ等でははっきりと役割分担される傾向が強かった。また、矢沢永吉の在籍していたバンド、キャロルではジョニー・オークラがリズムギターのパートを担っていた。1970年代の TCB バンドにはリズムギターが二人おり、エレクトリックギターをジョン・ウィルキンソン、アコースティックギターを チャーリー・ホーチが演奏している。ビートルズの初期の楽曲では、主にジョン・デノンがリズムギターを担当。中期以降は楽曲の多様化もあり、役割分担がはっきりとしたものではなくなっていき、ジョージ・ハリスンがリズムギターを担当することも多かった。ポール・マッカートニーは、スチュワート・サト・クリフがベースを担当していた頃は、サイドギターを担当していた。ローリング・ストーンズは、 初期において、ブライアン・ジョーンズ、キース・リチャーズといった2名のギタリストともに曲のタイプに合わせて役割分担していた。ブライアン・ダ・第後に加入したミック・テイラーが主にリードギターに専念していた際には、キースがリズムギターを担当することが多かった。ありがとうございます。